公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金は、開発途上国向けの感染症の治療薬、ワクチン、診断薬の製品開発に対して、投資を行う国際的な非営利組織。本部は日本。日本国政府、国内外の製薬会社、ビルメリンダ・ゲイツ財団、ウェルカム及び、国際連合開発計画で構成される、日本初の国際的な官民パートナーシップ。 官民ファンド。ギットファンドの代表理事は、中谷博樹。2019年4月から大浦カセリが、CEO 県専務理事を務める。ギットファンド設立の構想は、2011年9月、モトビルメリンダ・ゲイツ財団グローバルヘルスプログラム総裁の山田忠隆と、元エーイ株式会社の幹部職にあった、BT スリングスビーとの会話から生まれた。二千十二年七月、 BT スリングス BE は、日本政府、アステラス製薬、第一三共、エーザイ、塩野義製薬、武田薬品、ビルメリンダゲーツ財団からなる設立準備委員会を立ち上げ、議長を務めた。当時世界初となる、グローバルヘルスの製品開発のための国際的な、官民パートナーシップ設立に向けて動き出した。2013年4月から、 ギットファンドは100億円規模の基金として活動を開始した。ギットファンドは日本が有する新薬開発技術を活用し、日本の国際貢献を強化するとともに、新たな資金とイノベーションを創出することで感染症で苦しんでいる、途上国の保健医療問題の解決に貢献するという信念のもと活動し、ギットファンドは日本の民間企業や、 研究機関が保有する技術やイノベーションを用い、海外の研究開発機関とも連携しながら、開発途上国の感染症の医薬品、ワクチン、診断薬の開発を支援している。2013年4月の創設以来、開発途上国の人々が感染症による苦難を乗り越え、先進国と同様に繁栄と長寿社会を享受できる世界をギットファンドの目指すミッションとし、 先進国と開発途上国間における健康格差是正に向けて日本が有する医療技術、イノベーション、知見をより直接的に生かすことができるグローバルな医薬品開発研究の連携を促進に向けて新薬開発の推進をしている。Git ファンドは2018年から2022年までの第2期の中期計画ストラテジックプランを発表した。ストラテジックプランは 研究開発の推進と製品化の実現、製品供給を見据えた戦略、パートナーシップの構築、ガバナンスの維持、さらなる強化、財務戦略の4つの戦略で構成される。研究開発の推進と製品化の実現では、創薬の初期段階である探索研究から臨床試験に至るまでの各段階における有望な製品開発案件への投資、2022年度末、 までにに製品の規制当局による承認を目指すとしている。製品供給を見据えた戦略パートナーシップの構築では国連開発計画や国内外の機関とともに低中所得国における製品供給戦略について協議する。UNDP 日本政府とともに2019年1月にアクセスデリバリーに関する対話プラットフォーム Uniting Efforts for Inovation アクセスデリバリーを立ち上げた。ギットファンドのパートナーらは、設立時から5年間で合わせて100億円規模の資金拠出を表明した。拠出された金額のうち、日本国政府が50%、日本の製薬会社社が25%、ビルメリンダ・ゲイツ財団が残りの25%を担った。2014年には、中外製薬が、 ギットファンドへの参画を決めた。同年夏にはシスメックスとウェルカムトラストが新規パートナーとして参画した。ウェルカムトラストは2017年1月までに単独で約460万ドルを追加出資している。2016年5月、日本政府は G7 サミットの記者会見においてギットファンドと UNDP に対する1億3000万ドルの拠出を表明した。 2016年6月には新たに10社がギットに参画しており、これには、フル、パートナーとして、富士フィルム、アソシエートパートナーとして、大塚製薬、アフィリエートパートナーとして、グラクソスミスクライン,ジン,ン、ジョンソンジョンソン、共和発行キリン、メルク、田辺三菱製薬、ニプロ、大日本住友製薬、スポンサーとして、セールスフォースドットコムが含まれる。 2017年6月1日、Git ファンドの資金拠出パートナーである日本政府民間企業ビルメリンダ・ゲーツ財団ウェルカムトラストは Git ファンドの第2期の事業に対して2013年の Git ファンド設立当時の拠出額の2倍に上る200億円以上の拠出にコミットメントすることを表明した。引き続き日本政府が全体の約50% 民間企業及び財団が残りの50%をそれぞれ拠出する。2017年8月にバーソン・コーンウルフがスポンサーとして2018年10月に小野薬品工業株式会社がアフィリエートパートナーとして参画を表明した。資金拠出パートナーはフルパートナー、アソシエートパートナー、アフィリエートパートナーの3レベル構成となっている。 製薬会社以外の企業はスポンサーとして Git ファンドに現物供与の形式で貢献している。Git ファンドは日本と海外の製薬企業、研究機関、大学の共同研究開発に投資することで日本の有する新薬開発技術やイノベーション、情報、知見をグローバルヘルスに生かすことを目的とする。ギットファンドは助成することを投資、助成金受領者を 製品開発パートナーと表現している。ギットファンド自体は投資による金銭的なリターンを求めてはいないが、製品開発の進捗や成果を投資のリターンとしており、ひいてはグローバルヘルス R&D の推進と社会経済への貢献を期待している。途上国の感染症の治療薬、ワクチン、診断薬の研究開発に投資を行う。マラリア、結核のほか 風により定義されている帰り見られない熱帯病の研究開発を推進している。Git ファンドは2019年3月時点で4つの研究プログラムにおいて80のプロジェクトに対して約170億円を投資しており、日本のイノベーションと創薬能力の可能性を広げてきた。現在、8県のアフリカや南米で臨床試験が行われている。 ギットファンドの製品開発パイプラインの中で最も製品化に近いとされるのがアステラス製薬が携わる重血球中症に対する子供用の薬や富士フィルムが開発した尿を用いた結核診断キットなどがある。ギットファンドの投資案件一覧や詳細についてはホームページで確認できる。ギットファンドが投資する案件はオープンイノベーション、つまり 企業内外部の知見や技術を組み合わせることで生まれる価値を重視し、また研究開発の産物となる製品は世界の最品コンソーに迅速かつ安価に入手可能にするためのアクセスを優先しながら、中所得国にはライセンス費用としてのロイヤリティを払ってもらうことで投資の損失を防ぐ無利益、無損失を原則としたビジネスモデルとなっている。 また GitFund のホームページによると、投資案件の評価や進捗は、製薬業界やバイオテクノロジー分野で用いられる、定量的な指標を用いて行われているとされる。製品開発のマイルストーンや、ステージゲートといった指標を設定している。GitFund は、国際的なメンバーで構成される、理事会により運営されている。理事会は、g i t ファンドの事業活動を監督。 評価するとともに、投資案件の承認などを行う。エボラウイルスを発見したことでも知られる、ピーター・ピオットや、国連児童基金で事務局長を務めたアン・ベネマン、世界銀行前副総裁権最高法律顧問を務めたコウヤンタンなどが理事を務めている。ギットファンドの先行委員会は、理事会などからは、独立した第三者で構成され、科学的、及び技術的価値、 生み出されるインパクト、パートナーシップとプロジェクトマネジメントの観点から申請書の評価、選定する。選考委員会は感染症の製品開発分野における専門家で構成され、申請書や開発パートナーからの報告書の評価、理事会に対する投資案件の推薦を行う。また、選考委員会とは別に、国内外の外部審査員が独立して申請書の デビューを行っている。さらに潜在的な利益相反を事前に防ぐため、研究者を含む全ての選考委員は申請者と関わりがないことを宣言しなければならない。申請者との間に直接的、または間接的な関わりがある、選考委員は、投資決定過程に携わらないこととなっている。Git ファンドの評議会には、製薬会社、政府、 国際的な財団が含まれ、理事会の監督、ギットファンドのミッションのアドボカシー活動を行っている。協議員は、組織や投資案件の意思決定には関わることができない。ありがとうございます。